シャローシラジオサニーデーフライデー、まあ、あと、はい、あと固定残業代の、まあ、要件なんですけども、はいはいはい、まあ、さっき話した、何時間分有効と判断されるためには、まあ、何時間分かってくると何件分かってくると、はい、計算の根拠として所定労働時間と、はい、あとは割増率は、はい、絶対書かないと、まあ、いけないかなと思うんですけど、はいはい、もう一個ね絶対必要かなって思ってるのがあって、はいはい、まあ、当たり前っちゃ当たり前なんですけど、はい、何でしょう田村さん。割増率もいった、固定で時間もいった、うん、で額もいった、うん、それ以外ってこと、うん、あるものを、はい、労働基準監督署に提出しなければなりません。おお、あ、サブロック協定。サブロック協定です。おお、サブロック協定は、はい、残業代を払うっていうとちょっと語弊がありますけど、はい、まあ、8時間以上、週40時間以上のいずれかを超えて働く場合は、はい、サブロック協定を、まあ、出さなければならないということになるんですけど、はいはい、固定残業代を払うっていうことは要するに残業が発生するっていうわけなので、はい、おうおうおう、あ、そういうことか。そうそうそう、まあまあ、厳密に言うとあれ、うちの会社は5時間を超えたら残業だから、はい、5時間を超えたら 1.25 倍ね。でもうちの会社って8時間以上働かせることは絶対ないからみたいな、あ、こういうなんか天国みたいな会社があったら別だけどはい、はい、その会社はサブロック協定がいりませんが、はい、基本的にもまあ8時間を超えたら 1.25 倍する会社がまあ9割以上だと思いますので、あ、はいはいはい、まあ、固定残業代払うんだったら、サブロック協定は必ず必要になるね、なるほど、はい、あれですよね、もう、まあ、もしかしたら残業しないかもしれないけど、うん、残業する可能性があるから事前に協定っていうかサブロック協定結んどけってことですよね。そうですね。ああ、なるほど。小田さん、リスナーさんのためにサブロック協定とは何かをちょっと教えてもらえるといいかと思うんですけど。ああ、そうですね、はい、サブロック協定ってなんか時々聞くけど何のことか分かんないですよね。いや、そうですよ、うん、はい、これはですね、はい、シャロシの先生、はい、サブロック協定っていうのは、はい、正式名称を、はい、時間外労働および休日労働に関する協定届っていう名前になっています、はい、ありがとうございます、はい、まあ、その名の通りね、時間外労働と休日労働に関する、まあ、お約束書みたいなものなんですけれども、はい、うちの会社は、1日マックス何時間まで残業します、はい、1ヶ月で何十時間までです、1年間で何百時間までですっていうのを、はい、会社と従業員代表の間で、まあ、協定を結ぶわけですね、はいはいはい、でその範囲内でしか残業しちゃいけませんよっていう、まあ、書類になっております。ああ、ありがとうございます。それはあれですか、はい、個人個人で結ぶものなんですか、それともなんか代表の方と結ぶものなんですか。はい、これは代表の方と結びます。ああ、じゃあ一般の従業員さんが知らない間に協定が結ばれていることもあるってことですね。まあ現実問題あるかもしれませんが、まあ極力そういうことはないようにしてほしいですね、はい、ありがとうございます、はい、ちなみになぜサブロック協定っていうんですか、サブロックっていうんですか。これはですね、はい、ただ単に労働基準法の36条に関係しているからっていう、ただそれだけです。あ、それだけでしたかなんか北島三郎とかなんかそっちの関係があるかなと思いました。そうですか、はい、違います、違います、違います。そうですかね、三郎協定ってあまり知らない方もいらっしゃるかもしれないので、ありがとうございます、ご丁寧なご説明いただきまして。まあでも、まあでもさ、社労士だからさ、はい、サブロック協定書いてねって言うけどさ、はい、冷静に考えてさ、はい、これこの社労士ラジオがさ、はい、社労士会とか厚生労働省からお叱りを受けたら非常に申し訳ないんだけどさ、はいはい、クソめんどくさい制度だよねまあ、と言いますのはどういうことですか。
いや、あのさ、はい、残業するんだったら、はい、いや、なんだろうな。例えば社会保険や雇用保険の資格を取得をするのに、はい、行政手続きが必要なのは、そりゃ分かるよ。はい。それは多分ね、一般人も理解すると思うわ。はい。保険ですからね。はい。はい。まあ、他に、例えば、じゃあ、なんだろうな、建設業の、はい、あと、まあ、事業を行うにあたって、はい、都道府県知事の許可がいります。建設業って危険な仕事だから、はい、まあ、例えば僕とかがね、突然、はい、明日から建築業やりますって、やりたくても、起業して、まあ、そういうことはできないわけで、そうですね、経験人数があったりとか、はい、多分資産の条件があったりとか、はい、そういうのがないあって、ちゃんと都道府県知事の許可がないとできないよっていう業種が、はいはい、それは分かりますね、やっぱり確かに。それは分かります。はい、あります。それはやっぱり経営者の方も理解できると思うんですよ。はい、でさ、はい、1日につき8時間または1週間につき40時間以上の労働をさせる場合は、はいはい、サブロック協定を出すってさ、はい、あの納得いくか？その納得いかないというのは場合っていうのがところ、はいはい、なかなか、はい、なかなかね、はい、そのあ大変だな世の中の経営者はって、あ、仕事が忙しい時もあったりね、暇な時もあるけど、そんな分かんないもんね。そうだね。うん。まあでもね、はい、なんか最近ツイッターで見たんだけど、はいはい、なんだっけな、はい、令和2年6月ぐらい の、はい、なんか判例、東京地裁かなんかの判例であったらしいんだけど、はいはい、別になんかね、うつ病とかになったわけでもないし、うん、実際に何か困ったことが起きたわけでもないんだけども、はいはい、なんか従業員の人がうちの会社、うん、サブロック協定の定めてる時間以上の残業をしてますっていうふうに労基署に書き込んだんだって。おうおう。で、それがなんか結果的になんか もつれて多分裁判にまで発展したわけですよ。おうおう。で、誰も別に健康被害とか発症してないんだけど、健康被害は発症する可能性があったっていうことを理由に、会社に、うん、10万円のね、罰金の支払いが命じられてる。マジで。ああ。いやー、厳しくなったなと思って。何それ。それは別にそれが確率とは言わないでしょ？確率じゃないでしょ？それは。可能性があったっていう。可能性があったってだけ。なんか生命保険の会社で、ね、なんだっけ、なんとか生命っていう会社なんだけど、うん、なんかね、そういう会社で、しかもね、100時間とかやらしてたわけじゃなくて、うん、なんと月間30時間から50時間程度の残業がすでにあったらしいの、うん、あ、それで裁判で罰金払わされたのって、うん、なるほど、大変だよね。なんかあれだよね、なんか1ヶ月に100時間以上とか、複数月で80時間以上とかっていうのは今厳しくなってるけど、うん、それぐらいの月30時間とか月50時間でもやっぱそういう健康被害の恐れがあるみたいな感じで裁判所は考えてんだね。そうだね。うん。はぁ。結構びっくりしたわ、それ。うん。そんなん言ったってさ、やっぱり忙しい時期は忙しいしさ、そこまで従業員さんのね、やっぱこう働き方にずっと経営者がこう、なんつうの、見張ってできるかって言ったら、まあ難しいからね。そうだね。うん、いや、それ可能性があって、それは可能性あるだろうっていう。まあでも、この裁判例の、まあ、一番のなんかポイントっていうのは、うんうん、まあ、30時間から50時間の、まあ、時間外労働が、うん、いけなかったっていうのももちろん一つの要因ではあるんですけど、うん、なんかそのね、判例を読んでいくと、うん、過去に何回もなんか注意は受けてたっぽいのよ、うん、あ、労基署から企業が。そう。あ、でそれに対して全くなんかこう改善する様子が見られなかったらしいんですね。ああ、はいはいはい。で、まあ、うん、サブロック協定も、まあ、うん、サブロック協定作ってなかったからといって、多分一発で罰金になる
っていう条文ではないと思うんですよ。あ、まあ一発で罰金にできる条文になってるんですけど、現実問題多分そうはなんないかなと思うんですね。まあ、指導とかを繰り返してやっと罰則を与えるみたいな、はい、うん、なので、まあ、一発で罰金にはならないけれども、やっぱり、うん、まあ、そういったものが積み重なると罰金ということになってくるので、あ、まあね、そうならないように、うん、まあ、お守り、お守りだと思って、うん、サブロック協定は出してほしいなっていうのが、うん、ちょっと一社労士からのお願いです、うん、なるほど。いやー、でもまあそうだよね。でも、まあ、正直紙っぺら1枚だからね、サブロック協定って、うん、本当にこれで効力あんのかよっていう何の、 引導にもならないのかなっていうの僕は個人的には思うけどね。ね、なんかもうちょっとガチガチになんか、うん、した方がいいのかなっていう、なんかみんなが見れるような状態とか、紙ペラ一枚じゃなくて。そうだね、うん、まあなんかその会社の、うん、自分が勤めてる会社のサブロー協定が、うん、なんか厚生労働省のホームページとかからなんか検索できたらいいよなと。ああ、それいいね、それいい、うん、確かに会社名入れ、なんかあの法人番号検索みたいな感じでね、会社名入れたらサブロック協定出てるとか出てないとか。サブロック協定と就業規則くらいはなんかね、うん、なんか公開してほしいよね。サブロック協定はいいかもしれないけど、就業規則公開したら転職がすごくなるんじゃないの。なんだこのブラック企業はつって、なんか辞める人が多くなるんじゃないの。そうだね。でも他の企業があの引き締まって、なんかいい就業規則になるかもしれないけどね。そうね、それ面白いわ。でなんか俺脱線するんだけど、はい、これよくポッドキャスト聞いてるあの向井先生とか向井弁護士とか、はいはいはい、あの岸田弁護士っていう、あの柿つばた経営法律事務所で働いてる弁護士がいるんですよ、労働法の、はいはいはい、なんかその人のポッドキャ岸田弁護士のポッドキャスト聞いてて、うん、なんか固定残業代も、うん、あまりにその時間数が多すぎると、うん、例えば80時間の100時間とか、うん、1ヶ月でこの固定残業代はこの80時間含まれてますよって言うと、うん、否決されるらしいよ。あ、そうなんだ。うん、あの通常の実労働時間のタイムカード見て20時間30時間とかしか働いてないのに、うん、残業代が、うん、80時間ってもうそれ、そもそもそれ固定残業手当となしてるのみたいな。あ、だから20時間分は固定残業だけど、その増えた60時間に関してはもう基本給として合算して割り増し手当出しますよみたいな。あ、現実に発生している残業代と固定残業代設定しているものがあまりにも離れすぎていると。そうそう、ダメなんだ。ダメって、だからそれ裁判所で否決されるパート、あの可能性があるって言ってて、うん、怖って思って。あ、まあ、まあでもそれはまあでもね、そうだよね、うんうん、言わんとすることは分かるっちゃ分かるな、確かにそうだな、うん、いやでもすね、固定残業手当って別に労基法でも何もさ縛ってないしさ、いやそれは会社としてもそれは残業割り増し賃金未払いになるよりかはそれは払っといた方が会社のねリスクヘッジになるから、それはそうするだろうって、うん、そこまで厳しくしたらね、会社そのかわいそうだなってめっちゃ思うわ。そうだね、厳密に言っちゃうと、うん、ああでもそれで言うとね、なんかさっきのね170あの所定労働時間の話に戻るんですけど、はいはい、まあ1ヶ月の労働時間173時間かける、はい、まあ、最低賃金、まあちょっと将来的に上がったことも考えて1100円とするじゃない、うん、ちょっと19万300円なんだけどさ、うん、なんか極悪非道なことをやろうとするとさ、うん、基本給19万300円にして、うん、まあ、たとえ30万円の給料がもらえる人でも、うん、残りの11万円は全部固定残業代ですとか、昇給していても永遠に固定残業代だけが上がり続けるみたいな。はいはいはい。なんか30万もらってるけど、ただ単に80時間分の固定残業代がついてるだけで、80時間以上残業しないと残業がつかないっていうふうに、うん、まあ、やることが出てくるわけじゃん。はいはいはい、で実際はあの基本給は最低賃金ギリギリですよみたいな、うん、あっていうこともまあ極論可能になっちゃうから、まあ、やっぱり
その実際に発生している残業代近くないと、まあ、否決するっていうのは、うん、まあなんか合理性があるなとは思うけどね。ああまあまあそうだね、確かに。いやー難しいよ、ね、まああとさ、うん、あごめんごめんごめん、どうぞどうぞ。あと一応さ、僕はね、あのお客さんに、はいはい、固定残業代 の、まあ、設計の提案をするときに、はいはい、45時間以上では来るんじゃないかなと思ってるの。あ、はいはい、なんでかっていうと、その、まあ、今回アベノミクスの働き方改革で、45時間以上の、まあ、はい、残業をする月が1年間で6ヶ月までで、はいはい、まあ、それがなんか何時間までっていう上限規制が初めてできたじゃん、はい、法改正で、はい、だから45を超えちゃったらさすがに、うん、45時間以上の残業が基本的に発生するよっていう、あ、なんか設計自体がそもそも、ね、うん、よろしくないかなっていう会社の姿勢としてね、会社の姿勢として、うん、と思うから、まあ一応45時間以上の固定残業代は設計しないようにはしてるんだけど、雇用契約としてね、あ、確かそうだね。うん。まあでも発生しちゃったらまあ払うけどみたいな感じだね。そうそう。うん。確かに確かに。会社の姿勢としては45時間以内でまあ納めるようには契約してるけど、まあちょっとまあ超えちゃう可能性もあると。うん。確かに。うん。それはいいこと、いいと思います。確かに確かに、うん、まあね、こういう建設業とかだったらこういう45時間に収まるならないことも多分あるだろうからね。まあね、うん、飲食業はまあもしかしたら今の時代はそんな残業行くことないかもしれないけど、そうだね。なんかちなみにあのさっきのサブロック協定の話に戻っちゃうんですけど、はいはい、なんでサブロック協定みたいな制度ができたかっていうと、はいはい、労働基準法がなんか戦後にできた法律らしいんですね、はい、日本がまあ戦争に負けて、はい、GHQ が来るじゃないですか、はい、で GHQ がまあ日本のこう法律をまあ主にまあ憲法なんだけども、うん、はいはい、まあ、こう日本の法律をこう変えていくじゃない、はい、GHQ たちが、まあ、GHQ と、はいはい、まあ、その時当時の首相たちがいろいろ話し合ってね、うん、なんかいろいろやったじゃないですか。やりましたね、はい、でその時にあの GHQ 側は、うん、なんかね、国際労働連合の標準的な基準とされてたのが、うん、その1日8時間週40時間だったので、へえ、それを、まあ、日本にも導入しようっていうふうにしたらしいのよ。あ、でだから日本でも1日8時間週40時間以上働いちゃダメっていう、それ以上働いたら法律違反っていうふうに最初しようとしたんだって。あ、でも、うん、敗戦国だった日本はその復興の需要が非常に高くて、あ、はいはい、だからみんなで頑張って働かないと街が元に戻らなかったから、あ、とてもじゃないけど1日8時間の労働じゃ終わんないよと、もっと働きたいよと。なるほど。そうっていうまあ背景があって、はい、でも GHQ がいや国際基準は8時間だっていうふうに言って、あ、はい、まあ、最終的にその妥協点として決められた制度が、はい、会社の従業員代表と会社で、はい、まあ、何時間までやるっていう限度を定めて、おうおう、でそれをちゃんと行政機関に提出してくれたら、うん、8時間以上残業してくれてもまあいいことにしようと。ああ、なるほど。っていうなんか妥協の結果生まれたらしい。へえ、あ、そういう背景なんだ。うん、はあ、なるほど。じゃあまあそういう戦後からやっぱ復興に向けてやっぱその残業しなきゃいけないっていうまあ義務感があったから、そういうサブロック協定が、うん、制度ができたと。そうだね。ああ、なるほどね。
今はそれがね、もういかに働かせなくするかみたいなところがね、焦点になってるから面白いよね、歴史ってね。ね、はあ、面白い。あ、でもなんかこう、労働基準法ってちょっと古い法律だよね、かなり。はい。そうっすね。うん、でも古い法律だと思いますよ。いろいろ僕らで変えていくところいっぱいあると思いますよ。そうですね。はい。まあ、働き方がどんどん変わっていってる時代なのでね。まあ、はい、まだまだこれからいろんな法改正がされていくのかなと思いますね。はい、うん、高校生の、なんか高校生は、なんか18歳未満の人は22時以降は働かせられないとかあるじゃないですか。はいはいはい。あ、でも全然僕は働かせてもいいんじゃないかなと、個人的には思いますしね。え、本当？いや、いや、あるじゃないですか、なんか別に夜の仕事、バーテンダーとかさ、DJ とかさ、いや、若いうちからやった方が多分大成するんじゃないかなと思うから。ああ。いや、なんか、それ、高校生は、学校に行くからじゃないの？ああ、そういうことね。なんだろうね。うん。いやでも別にさ、高校生で義務教育じゃないからさ、行きたくないやつはなんか別にね、まあ、バーテンダーやったりとか、あ、なんか居酒屋店員とかでも何でもいい、なんか別に警備員でも何でもいいけどさ、あ、やっても僕はいいんじゃないかなって思ったりするけど、なんか規制があるんじゃ、なんかその天災とか地震の時には働かせるけどとか。そうだね。いや、なんかもうちょっとそこ緩和してもいいんじゃないかなみたいな。なんか労基署になんか納得いく理由書とか持っていって、これはキャリア教育の形成に資することがあればなんか認めるとかやったら俺いいんじゃないかなとか思ったりする。そうね、なんだから書いてないしね、高校生とかもなんか10時に仕事終わるけど、なんか10時半とか11時ぐらいに帰ったりしてるじゃないですか。はい。なんか事務所でなんか遊んだりとかして、それなんか結局別に一緒じゃないかなと思ったりするしね。まあ、学校に通ってない人だったらまあいいのかもしれないけどね。ああ、まあまあそうだね、確かに、うん、確かに。でもなんか学校、俺らも高校生だったからあれだけど、なんか学校以外のところで成長できる場が高校生の時あったらもっといいのかなって思ったりはするんだよね。そうだね、うん、それはね思うね。はい。なんかこう、学校プラス部活っていうのが標準化しちゃってるけどさ、うん、まあ、そうなんなくてもいいよなとは思うけどね。ああ、そうそうそう、そうだよね。うん、確かに。ちょっと脱線しちゃいましたけど。あ、もう一個話したいことあって。はいはい。固定残業、あ、大丈夫、時間。大丈夫だよ。固定残業手当をなんか40時間月払うっていうふうに決めてるとするじゃないですか。うん、で企業さんから質問されたのが、はい、例えば20時間しか働いてません、はい、次の月もう20時間しか残業してませんってなった時に、はい、その 40-20 の20を来月のためにプールしておくことできるんですかって、うん、プールしておくプールしておく、なんかキャリーオーバーみたいにできるんですかって言われて、キャリーオーバー、いやー、それはちょっとできないんじゃないですかねって。なぜならなんか、うん、なんていうの、給料の支払い方でその全部支払いの法則とかあるじゃないですかつって、あ、ちょっと無理じゃないですかねつって、うん、キャリーだから40時間これで今回100時間働かせましたけど、そのキャリーオーバー分の60時間をここに充填するみたいな、うん、それはだってその時にはちゃんと払ってないじゃないですか、その残業代手当としてはみたいな、うん、まあダメかなと思うけどね。そう、100時間働いた時に40時間分しか払ってないから、その全部支払いの時のやつに違反するよねっていうことで言ったんですけど、太田さんそれどう思います？まあ、その確かに労働基準法 の、 あの、はい、給与全額払い の、 あの、はい、原則に反するとか、そういう小難しい話はあるんだけど、うん、そもそもちょっと、うん、あの人と人の約束として不誠実だよね。そうそうそう、40時間分の固定残業代として払うねっていう約束をしてたのに、うん、20時間だったからで来月もまた20時間だったからそれを持ち越すねっていうのは、うん、こうなのかな。そうそうそう、まあそれ20時間だから固定残業代のちょっと設定を見直そうと、はい、40時間分の残業じゃなくて20時間分の固定残業代にしようっていうふうにするんだったら、うんうん、まあまだ分かるかなと。ああ、そうだね。
なんかキャリーオーバーして来月に持ち越そうっていうのは、よろしくないと思いますよ。まあ結局ね、残業代払うことには変わらないから、ね、変わりないからね。うん、じゃあ固定残業代やめろよって感じで。そう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 。一緒に計算して払ってください。うん。まあ、あるんだと思うよ、経営者の方も。なんかまあ固定残業手当払ってるから、まあ見栄え的に給与高い額で払ってますよみたいなのを言えるとか、まあそういう心理があるんだろうけど。そうね。うん。まあ、たまげたよね。でもね、うん、今の話さ、うん、絶対ダメだと思ったね、昔も、昔。はいはい。でもね、ちょっとこれは、はい、ちゃんと調べないといけないんだけど、日給の会社で1日いくらって決まってる会社で、はい、固定残業代がついてる会社で、まあ、なんか例えば多分、1日10時間ぐらい働くのが常態化してて、うん、1日8時間分の基本給と2時間分の固定残業代がつくよっていう会社がなんかあって、その1日の固定残業代を翌日に回せるっていう。ああ、はいはいはい。なるほど。うん。その日は残業全然しないから、次の日にはちょっと残業しちゃったから、昨日の分をつけるみたいな。うん、そうそうそう。っていうのが、なんか認められてる例がね、なんかあった気がするの。あ、そういうのあるんだ。うん、でこれって多分、うん、1ヶ月ごとに、お給料労働基準法で1ヶ月に1回以上お給料払わないといけないっていう原則があるじゃん。ありますね。だからさっき の田村が言ってくれた例で、翌月に回すっていうのは、ダメだと思う。ああ、なるほど。でも1ヶ月の給与支払い期間の中だったら、ただ1月1日分を1月2日分にキャリーオーバーするとか。でも結果的に払われるお給料としては1ヶ月分 の期間内に入ってるから、ちゃんと入ってると、うんうん、なんかね、1日の日給の場合は、うん、なんかね、なんかいろんな条件があったんだけど、なんか OK 臭い判例みたいなものをなんか見た記憶がね、ですよね。ちょっとこれはね、あやふやな情報で、はい、非常にあやふやな情報なので、はい、それ宿題、それ宿題それ宿題でもそれっぽい判例なんか見たことがあるよ。あ、なるほど。なんかタクシーかなんかの会社だと。あー、なんかありそう、ありそうそれ。うん。あー、じゃあそれ宿題ですね、太田さん。それ宿題ですね、はい、はい、了解です。ありがとうございます。ありがとうございます。他なんかありますか。すみません、どうぞ進めてください。いや、はい、とりあえずまあとりあえず私からお話ししたいことは大体行こうかなと思います、はい、ありがとうございます。固定残業代、はい、いろいろ運用が難しいですね、固定残業代は。そうですね、はい。まあ、でも一方でね、一番最初に田村さんが言ってくれたように、はい、30時間の固定残業代がつくんだったら30時間以内に終わらせようっていうなんか気持ちを誘発することができるから、はい、あ、まあ、長時間労働を抑制できるっていうメリットはあるなとは思うから、はい、まあ、そういう使い方はね、はいはい、ぜひしてほしいなと思いますね。ああ、そうですね、うん、確かに。やっぱ40時間働くんじゃなくて定時で帰って40時間手当もらうとか、うん、そうして労働時間少なくすると、うん、ああ、そうですね。ぜひリスナーの人事部の方とか経営者の方もぜひ固定残業手当入れる際にはこれ聞いていただいてね、はい、ちょっと考えてもらいたいですね。はい、そうですね、はい。じゃあ最後、僕この前の宿題の答え言っていいですか。はい、何でしたっけ。なんだっけな、お酒の事業はなんで雇用保険料率が高いのかっていう。ああ、はい、農業とか酒造業高いのかっていう話をですね、ちょっとまあいろいろググりましてですね、はいはい、調べたところですね、はい、お酒のお仕事というのは、はい、ちょっとこれもまたうろ覚えなんですけど、はい、結構は期間雇用が多いと。あの期間定めて雇用されることが多くて、うん、ずっと正規雇用というよりかは有期社員で働くと。あれね、当事さんね、当事さん、そう、当事さん、当事さん、
麹さんの、まあ、お酒の仕事というのは、まあ、あの季節的な、まあ、あの期間を決めて働くことが多いと、うんうん、でそれの期間がだいたい1年未満ぐらい1年弱10ヶ月とか9ヶ月ぐらいの期間働けば、まあ、足りる仕事らしいんですよお酒作るのに、はいはい、で雇用保険のルールだと、まあ、1年間そこで働かないと失業手当てもらえないじゃないですか、はいはいはい、だけどもう一つ別のルールがあって、はい、短期雇用特例被保険者というのがあって、はいはいはい、あれはあの4ヶ月以上でなおかつその期間雇用みたいな形で働くような方であれば、はい、その4ヶ月以上ちゃんとその雇用保険入っていることが認められれば短期雇用特例被保険者として失業手当もらえると。ああ、あったね。そう、まあ、それに当てはまるんですよこの酒造業は。酒造で働いてる人たちは、はい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 、なので基本手当として取る人が多いから、うん、まあ、こういう雇用保険料率も1000分の4にしてると。ああ、そういうことか。はい、あの失業手当の支払いが多いんだ。結構利用する人が多いわけだ。利用する人が多いと、うん、そう。じゃあ保険料も高く取っていいよねっていう話だよね。そうです。ああ、そういうことです。まあ、ちょっと俺の爪が甘かったのは、そのお酒は冬から春にかけるとか、ちょっといつ必要なのかがちょっと分からなかったけどとりあえず当時さんはそういう働き方らしいです。へえ、あ、そうだったんだ。はい、そうらしいですよ。このあれね、農林水産業清酒製造の事業が、はい、なぜかちょっと1000分の4になっている謎についてね。そうです。はいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、大田さんの前回の質問、キャリーオーバーですか。そうですね、前回の質問なんだっけなんかあれでしょ、なんか労働法ができたよ戦後ぐらいに働いてた人にヒアリングするって、うん、何やら、なんだっけな、ヒアリングするの何をヒアリングするんだっけなんだっけ、この前のテーマ、給与だ、給与のテーマ。ああ、あれか、何かを聞けっていう。銀行振込が、そうだ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 、発達してなかった時代があったんじゃないかっていう予想ね。そう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 、でその時期に働いてた人、はい、そういうことか。はい、どうですか。かそう、いいよ、持論でもいい、持論でもいいよ、持論。いや持論はあれだよ、その当時は ATM がなかったから、はい、給与は手渡しが当たり前だった、はい、ああ、そうですね、うん、はい、持論としてはね。で、はい、その後、はい、ATM が出てきて、みんな、はい、いつでもお金を預けたり引き出したりとかできるようになったから、はい、だからもう銀行に直接払った方がいいよねってなった、はい、っていうのが、はい、議論です。そうですね、はい、じゃあ次の収録までに聞いていただけるということでよろしいですか。わかりました。なんかいいかな、そんなに。あ、でもね、はい、最近なんかね、はい、妹が、はい、もう婚約して、はい、で妹の、はい、婚約相手の、はい、おばあさんがね、はい、89ぐらいなんだけど、まあ、ご健在なんだって。お、話を聞けるかもしれないので話を聞けます。わかりました。ぜひその当時をね思い出していただきながらちょっと聞いていただけると、はい、それは面白いよね。なんかね、なんか今しか聞けないのかもしれないよね、そういうのってね。そうだよ、聞けないよ今しか。でも俺平成生まれだから、なんかそういう古い人たちの働き方がどうなってるとかってすごい興味あるし。そうだよ、古い人たちって言うとこれディスってる感じで聞こえちゃうかもしれないけど。いやでもね、その戦後のね戦争を体験した貴重な世代だよね、そういう人たちは。話を聞けることがね、本当にうかうかしてると戦争を体験した人が全滅してしまうかもしれないからね。ああ、そうだね。もう戦後70周年は過ぎたよね、確かもう。うん、そうだね。そうそうそう。確かに今のうちしか聞けないですね。はい。なんかすごい脱線するけど、なんかよくなんか先輩の、なんか人生の先輩の社会人から、はい、まあ、50歳60歳ぐらいの方たちから
なんか俺らの時代は猛烈社員だったから、うん、お前らみたいにゆとり世代の働き方は甘ったるいんだよみたいなよくこと言われるんですけど、うん、じゃあお前らの猛烈社員の働き方はどんなだったんだよって僕ちょっと一回見てみたいなと思ってそれパソコンがあったらもっと早く終わったんじゃないのみたいな反抗したい気分なんですけど、いつも反抗できる材料がないからいつもモヤモヤするんですけどそうだね、はい、なんかそれも聞いてみたいなっていう、どう猛烈社員だったかっていう、うん、ありません、そういうの、太田さん、うん、まあ文明の利器はさ、はい、しょうがないよってなんかいや猛烈社員余ったるいんだよっていうのは、それ関係ないんじゃないかなって思ったりするんですけど、いやそれはどうなんだろうっていうふうに思うんですけど、まあ何も比較対象がないのでね、ちょっと何とも言えないんですけど。そうだね。はい。まあ、はい。まあちょっとまあ今いろんなね、はい、価値観が変わってきてるからね、そうもいかなくて、はい、そんな夜中の12時まで働くなんてできなくなってきましたね。ああ、そうですね。はい。わかりました。ありがとうございました。今日はテーマいただきまして。ありがとうございました。はい。本当に、まあ、回数何回聞かれてるかは言えないんですけど、はい、結構こういう大田さんとのこの回、はい、まあ、本当にガチガチの労働法的な話って結構回数高いんですよ。リスナーさん聞いてくれる人が。本当？そう、他のゲストの方たちもやっぱ高いんですけど、はい、やっぱりリスナーさんの中やっぱ社労、多分僕が考えてるのは結構社労士さんとか聞いてるのかなと思ってるんですよ。マジか、怖えな。多分聞いてるなと思ってて。やめようよ。やめようよ。いや、なんか、だからね、もう僕らは言いたいことを言っていこうっていうふうに思いますので。言いたいこと言って。はい。引き続きまたよろしくお願いします。はい、わかりました。よろしくお願いします。はい。まだはい、サブロ協定はあってもいいと思います。そうですね。あ、意見変えた。サブロ協定っていうか、はい、うちの会社のサブロック協定との時間外労働があったら出すんじゃなくて、はい、なんか従業員を雇用していたら、はい、絶対出すぐらい。ああ、習慣化するぐらいね。うん、労災保険料の、従業員を雇用したら労災保険払わないといけないな、はい、で労災保険の支払いをするときに、必ずうちの会社の、はい、始業時間、就業時間がいくつで、はい、1年間に何時間まで残業しますっていうのを、はい、なんか労使協定を、まあ、つけて出すと。ああ、一緒に労使所に行って、出すと。うん、おの方がね、いいと思う。ああ、なんかね、失念して出すの忘れてたとかね、あるからね。そう。うん。確かに。習慣化すると、雇用したら。そうそうそう。なんか、算定基礎届に、なんか人数とか書くじゃん。はいはい、書きますね。何歳以上の人が何人とかさ、役員が何人とか書くじゃん。社会保険の算定基礎届ね。うん、なんかあれ、今年からなくならしてるけどね。はいはい。総括表が。あ、総括表ね。はい。それと同じように、なんか労働保険の申告の総括表みたいな感じでさ、はい、労働時間のこと書く欄ができれば、ああ。それでサブロック協定の代わりいいんじゃないかなって思うね。確かに。そっちの方がなんか具体的ななんか時間が出てね、すごいためになると思うよね、労基署の人もね。そうそうそう。うん、なんか残業するんだったら出すみたいなルールがちょっとなんか納得感があんまりいかないかなっていうのはぶっちゃけ思ってる、うん、なんか後出しじゃんけん的な感じもあるもんね。そうそうそう、うん、いやお前ら出してなかったから監督官が監督に来たんだよって、お前それ後出しじゃんけんだろみたいなね。うん、確かに。まあこれね、これ聞いてるリスナーさんの方も今後従業員さん雇用するときには雇用契約書だけじゃなくて、はい、労働保険だけじゃなくて、はい、サブロック協定も出してくださいと、はい、そういう風にしていきたいですね。僕らも指導していきましょう。はい、簡単なんでね、はい、あの、はい、ちょいのちょいで終わるので、はい、お守りだと思って出してください。はい、はいはい、ありがとうございます。はい、サニーデイフライデーはツイッターをやっておりまして、アカウントは英語でサニーデイフライデーと検索していただければ出てきますのでフォローしてください。はい、最近僕全然ツイッターをちょっと見てなくてですね、もう本当にエピソード上げたら投稿するっていう形でやってるんですけど、はい、ぜひ。ツイッターフォローしてください。はい、お願いします。またお便りフォームを設けておりますので、ぜひともサニーデイフライデーにお便りをください。はい、まあ、今回みたいな宿題僕らにいただければ僕らも勉強になりますからね。そうですね、はい、ぜひちょっと送ってください。何か
はい、お願いします。はい。で、また各ポッドキャストのプラットフォームで、サニーデイフライで聞けるんですけども、Apple Podcast で聞いていただける方は、ぜひ、購読ボタンを押していただいてですね、評価とレビューを書いてください。お願いします。お願いします。お願いします。はい、本日は今日はトピックありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、本日のゲストは社会保険労務士の太田さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。社労士ラジオサニーデイフライデー DJ の田村陽太でした。それでは次回もリスナーの皆様のお耳にかかれることを楽しみにしております。今日も気をつけていってらっしゃい。